30分なっちゃうけど。こんばんはー。そう、治った。よかった。なんかね、目閉じてると痛くないんだけど、開くとめっちゃ痛くて、何って思ったんだけど、治った。<laughs> こんばんは。大丈夫、大丈夫。こんばんは。何って思った。こんばんは。こんばんはっす。あたしはもう眠い。あ、寝て、無理しないで。ご配信かと。<laughs> 間違えて配信ボタン押しちゃったみたいなヤッホーでも一回したことありますよ私ご配信なんか候補生の時にあのお母さんと車で移動してる時にショールームがその日の夜に初めてスタートっていう日だったので その時になんか私よくわからずに配信開始ボタンを押しちゃってお母さんの車の中で <laughs> しばらく配信しちゃったんだけど初めてだったからまださファンの方とかもいなかったから誰も見に来ないで大丈夫だった <laughs> そう押しちゃってたみたいでそう危ないよねまだ候補生初日みたいなそう遊びに来てありがとうこんばんは危なかったですよ本当によかった <laughs> 伝説の配信そうあれなんかこれボタン赤くなってるよってなって「配信じゃねえ」ってなって配信してためっちゃ一瞬だったけどそうその日の夜から配信が始まったこんばんはそう多分ね見た方いないと思う顔焦った顔見たい顔すら映ってないもんねそう顔すら映ってないからこんばんは こんばんは。今日クロスワードするクロスワード。<laughs> 時間ないけど。こんばんは。映像倉庫絶対ないよ。だってその時まだ映像倉庫生まれてないもん。<laughs> そう。フライング配信しちゃった。クロスワードか、笹谷ゲームどっちする <laughs> ?2 個しかない。あ、そっか。通知来ないのか。フォローしてないから。 こんばんはー。こんばんはー。<laughs> その配信にいたたか見せも、いや、誰もおらんかったっけ。<laughs> ジグソーパズル持ってないな。ジグソーパズル48。こんばんはー。はーちゃんクイズ <laughs> なにはーちゃんの問題出すの <laughs> 頭使う元気ない <laughs>。やはり。あれ、さっき配信してなかった天使なの天使じゃないそう、さっき配信したんだけどね。ちょっともう一回来ました。ごめんね。 う,ーんうんうんかおりちゃんどっちしたいのうちどっちでもいいよこのまま普通におしゃべりでもいいしこんばんはこもりたカラオケこもりたカラオケ <laughs> こんばんはこんばんはいやそれがさカラオケしたいんだけどさと、止まっちゃ充電がたまってないから危ないんだよね私ほんとに急に決めたからさっきあなんか痛くなくなってきたって思って急に決めちゃったんで充電もしてなかったんですよスマホのそう 山手製ゲームんなんだっけ山手線ゲームってこういうやつだよね笹谷さんゲームする <laughs> 両方やる <laughs> こんばんはじゃあ笹谷さんゲームやろっか急な配信も大歓迎あ,ありがとうございますよかった両方しちゃう 知りとり知りとりできるかなおしまししようかと迷ってる。え私ですか私にえ嬉しい。珍しい。ありがとうございます。えー、嬉しい。<laughs> 珍しいとか自分出ちゃうクロスワード。羊の、羊が2匹、1匹、6匹、5匹。 稲垣さんゲームはないですね京花 <laughs> ちゃんの誕生日 ?2002 年11月3日わかんない <laughs> 珍しいって言わないでいやいやいやそうですありがとうございますこんばんはこんばんはメンバーにお電話 <laughs>、ね、電話とか楽しいよね、うん、こ,んばこんばんは ランダムにご飯決めるやつああーランダムにご飯決めるやつやろっかこんばんじゃあ今から40分までランダムご飯します明日の朝ご飯昼のがいい昼朝どっちがいいかな朝だと用意できないかもう具材ないと昼朝ランチ じゃヒルオッケーじゃあ40分までじゃあコメ,コメントに行きます適当に押してねこれさコメントの右上にさカメラ反対にするボタンあるんだけどそれを押してさうちのベッド映ったらめっちゃおもろいよね <laughs> 目つむってるから傷がつかないジョージがね転がってるだけなんだけど気をつけますじゃあ行きますこの位置ねよしじゃあまずはこの方ふかさん ふかさん自己大歓迎ダメですふかさんはんーおご飯ふかしいもふかしいもはどうですかお芋は体にいいのでふかしいもでお願いしますじゃあ次うんーどうしようかなじゃあこの方えー、っとプラプラチナメダルさんプラチナメダルさんはえっとプラチナプラチナプラプラプラ,プラ プラ,プラスチックに入った弁当箱んプラスチックの弁当プラスチックのケースに入ったコンビニ弁当ですぜひ何の味でもいいよやってみてね <laughs> 次えみ大体プラスチックだよねコンビニお弁当って大丈夫だよね売ってるよねそれです次名前から連想してのバレたやばいやばいじゃあ次ははいこの方でいきましょう えい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 あ、えいちさんえいちさんお腹すいたえいちさんは、えい、魚かなえいといえば魚。魚だか海鮮丼えいちさんは海鮮丼を食べてくださいもし海鮮アレルギーだったら、牛丼でも大丈夫です。<laughs> あと1分 <laughs> あと1分 <laughs> <laughs> じゃあこの方うんーとのんたさんのんたさんはうんーとのんたさんは <laughs> そこも入る <laughs> そう丼のなら何でもいいのんたのんたの、うんのんフィクションのんのん 野沢菜のお茶漬けです食べてくださいお四40分ありがとう早っ売ってんのかなそんなのあ九97年前の同い年ありがとうございます嬉しい同い年いやいやいやこんばんは外カメ大歓迎外カメっ,ってもいちのベッドとジョージが写ってるだけだよ <laughs> うんこんばんはじゃあ次は ランキング55分で間に合うよね。55分まで遊ぼう <laughs>。次何する <laughs> 当たらなかった方ごめんね。ジョージ寝てるよ。遊ぼう遊ぼう。遊ぼうっていう言い方久しぶりだよね、なんか。大人になって遊ぼうって言い方しなくなったくない今度ご飯行こうよみたいになりましたよね。メンバー同士でもさ、ねえ遊ぼうってあんま言わんくなったかも。 当たらなかった方、あ、そうだね、みんなおにぎり、分かったじゃん。当たらなかった方は全員共通の朝ごはん考えます。あ、夜ごはん。あ、昼ごはんだ。当たらなかった方は、ケチャップライスケチャップライスを食べてください。ファミコンビン。にに <laughs> ケチャップライス。全員ケチャップライス。 おいしそうで安心 <laughs> こんばんはこんばんはえかわいいクマちゃんのアバターだかわいい何のだろう俺と遊ぼう遊ぼうみんなで遊ぼうううん,ん,んチキンも入れていいですかもちろんですオムライスはオムライスじゃないケチャップライスケチャップライスじゃないとダメだ <laughs> ケチャップないグリーンピース抜いていいですかもちろん あんたちょっとばっかよ、グリーンピースって知ってるなんだっけこれあんたちょっとばっかよね。ばかねだっけなんだっけなんだっけなんだっけそれあんたちょっとばかよってなんだっけ調べてみよう。<laughs> すぐ調べる。あんたちょ、あんたちょっとばかねだった。あんたちょっとばかね。 ちゃん、ンあんたよりましよ。え、知らないなんかあったんだよね。え、これ、せっせっせーの。よいよいよい。あ、もんあぼ、あぼっちっち。チチ <laughs> 懐かしい。こんば、そう、もっちっちみたいな言葉だった。そうそうそう。そうそうそう。っせっせせーのよ,いよ。違う。なんだっけ。てるてるぼうじゅうのもっち。 ほーら見なさい。ごめんなさい。<laughs> 負けたほうがあ、勝ったほうがほーら見なさいって言って負けたがごめんなさいって言って遊ぶ。花一番目、いや、なんか手遊びじゃんけんなって気がする。あーのこ、んあー、のこのこ可愛くないね。テルテール坊主のモンチッチ。あもん、あもん、あもんちッチ。あんたばっかね、大ばかね。 折りましをグリーンピースほーらめっちゃ悪口じゃんこれ私これめっちゃ3年生ぐらいの時にはまってえっ知らないえ嘘でしょええなんでローカル口悪いねめっちゃめっちゃはまって一人でずっとご飯中にやってたのご飯中にやるなよって感じなんですけどご飯中に歌ってご飯食卓で7人家族でみんなでこう食卓を囲んでる時に一人でずっと歌ってて家族に無視され続けてた <laughs> 家族誰もやってくれなくて静かにせられって <laughs> めっちゃその光景覚えてる私食卓でずっとグリーンピースみたいなやってたんだよね一人で誰にもね付き合ってもらえなかったんだけどそう <laughs> お行儀悪すぎでしょそうあんたばっかね大ばっかね <laughs> とか一人やってたそうこんばんは すごい辛辣ですね、これ。えあったんですよ、モンチッチみたいな。なんだ、これは。なんかすごい流行ってたんだよ、学校で。そう。アルプス一万弱の手足、え、普通に。アルプス一、んアルプス一万弱。あれ待って、振り入れしないと思い出せない。アルプス一万弱、小槍の上で、アルペン踊りを。 さあ、踊りましょう。ララ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 なララララなラなララ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 ラなララララなラなララ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 たラなララララララななララララララなララララララなララララララななラララララになってララなララ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 ラなラララララ 友達とボタン置いて全然番組じゃないのに番組風にボタンっていうかな紙で作っておいてこうやって押してた終わったらめっちゃ早くすんのう <laughs> いはやうん疲れた暑い懐かしいねこれピラミキの懐かしいよね子役恋物語にめっちゃはまってた友達とさなんか 次もうピラメキーノは本当に楽しみだったの毎日の学校から帰ってきて6時半ぐらいからするんだけどピラメキーノそれまでは天てれを見てたな天てれ見て途中でピラメキーノの存在に気づいてピラメキーノ見出したピラメキーノってやつでそれ終わったらそれ終わったら何見てたっけ7時になって でもまあ「みんなの歌とか「地球ドラマチック」とかえっ、ー、子役恋物語同級生が出てたすごいもう大人気者じゃん大人気じゃんなんか私もその学校に芸能人とかはいなかったんだけど中学校の時に 中かな中2だっけなんか中学の時に転校生が来て東京からもう東京から転校生が来るってだけどもう大騒ぎだったんですよ <laughs> めちゃくちゃ大騒ぎでであのそれで懐か,懐かしいのは今でもフルネーム覚えてる女の子だったんだけど「こんばんは」ってお顔も覚えてるでその子が「東京から来た」って言ってて で席が近かったのか覚えてないけどなんか話しかけたんだよ友達とで私 AKB が好きなんだけど何が好きみたいな感じで話したの <laughs> 早速自分の趣味話しちゃってそうそしたらなんか「あっ AKB の人私の行った学校にいましたよ」みたいなの言ってくれて「ええー!」みたいなめっちゃ「すごー!」みたいなそう名前はちょっと伏せるんですけど知ってるメンバーで「ええー!」って思ってもす学校に AKB がいるのみたいなすごいびっくりしてた思い出 そう東京の学校って AKB さんとか普通にいるんだって思っててそうすごいなって思ったそうしかもなんか制服もおしゃれでさなんか見たことない制服だった <laughs> すごいよねなんかうちらはさ制服ゴキブリって言われてたの <laughs> ゴキブリって言われてて制服全然ゴキブリじゃない制服ですごかったそう <laughs> なんか黒いからゴキブリって呼ばれてた <laughs> みんな呼んでたのそうそう <laughs> そうなんだよえっ、ー、すごい。高校の友達の中学にもいたのもえすごいねやっぱ東京ってすごいなひどいでしょうひどい言われるようだったんでしょだからおしゃれだなって思ってそう そうなんか、紺なんだけど黒なんだよね。紺っぽい黒み、なんか、て、なんかテカってんの。<laughs> まるでゴキブリのように。そう。うちの高校の女子はバッタって <laughs>。やっぱどこもそういうふうに悪口言われちゃうのかな。<laughs> バッタ <laughs>。緑なのかな。<laughs> そうなんか黒光りしてる。そうなの。ね、転校生ってさ、すごいよね。 なんかさ私たちの時代,時代っていうか中学はもう田舎すぎてさ何て言うんだろうもうあのねえユーチューバーもいたのすごいなんかもうなんかねその本当に例えばなんかクラスに芸能人がいたらわーってなるじゃんもうそうじゃなくてなんかの一次審査を受けたってだけでもなんか有名になってたのね <laughs> オーデション受けたんだみたいな <laughs> それだけで有名人みたいになってたからそうだからすごいそう田舎だからさもう受けただけで有名なのそう受かってなくてももう,もう受けましたよ書類送りましたよってだけでも有名人どうしてどうしてどんな感じみたいなみんな <laughs> そんなんだったからさすごかった <laughs> そうなんですよそう本当に田舎だったんで こんばんば、ま、ロボコンのロロロロビビンンンンちちゃゃんんボボコンロボコンってなんじゃそうだからめっちゃあの <laughs> 今考えたらめっちゃ可愛いよね <laughs> そう送っただけでそんなにねすごいよこんばんこんばんは、ま、こんばんはかおちゃんのはん雰囲気と話し方好きほんまにね嬉うれしすぎるんだけどうれしい こんばんは、こんばんはん。こんばんはん。<laughs> 懐かしい。学校って懐かしいですよね <laughs>。あ、ロ、ロボコンっていうのロボットコンクール違う街でローカル番組のインタビュー受けてテレビ映っただけで有名人。え、わかる。わ香かおりちゃんまた会えた。ありがとう。うちは、なんだっけ。なんかね、 お母さんが笑っていいのかわかんないんだけどあんま笑っちゃいけないと思うんだけどお母さんがなんかお,姉ちゃんお母さんのお姉ちゃんとドライブに行ってた山で火事が山火事があったの。でその駐車場にお母さん車止めてたんだけどそこに取材が来てあのそ,のその取材のカメラにお母さんの車が映っただけでうち大騒ぎだったから「うちの車じゃが!」って。 夕方のニュースで映っててもう <laughs> それぐらい田舎なんでもちょっとテレビ映るなんてもうありえないからそう <laughs> そう<笑>,笑っていいのか分かんないけどまあ無事だったんですけどその火事はそうちょうど映っててそう <laughs> こんばんこんばんはそんなんでも大騒ぎしてた田舎者です <laughs> そう <laughs> あらの車じゃが <laughs> って言ってた大騒ぎ天国 <laughs> ジャガージャガージャ,ジャガーってのに車なん違う、おからめんなやそう。ジャガー。その火事でお母さんのまつげ燃えたのかと思うん、お母さんのまつげ燃えたのは、なんか小学生の時に料理してたらなんか火がボーンって来たらしい <laughs>。危険。遊びに来てありがとう。ありがとう。ジャガー。なんとかジャガーって。ジャガーっていう車あんの調べよう。すぐ調べる私。 私すぐ調べすぎて検索履歴やばいかもジャガー車あ中古車えーこんな車なんだえー、すごいおっきいねおっきいねこれ昔の車今の車あジャガーさんって知ってるジャガー横田さんあれ横田さん高級車なんだふう,ふうふフこれ検索履歴ってどうやって見るんだろう見れないのかな 見たい。絶対この検索履歴やばいうち。見れなかった。消えたのかな。高級車。今もあるわ。そうなんだ。いいね。じゃがじゃが。イギリスの高級車。ええー。高級車って何がいいの検索履歴見ていいんだ。変なサイト見てるの。変なサイト見てるのかな。変なサイト見てそうだよね、でも。 大体でもこれ iPad だから普段使わないからね配信の時しか使わないから配信中に検索したものがここに見える <laughs> え見ます私のじゃあ検索履歴多分ショールーム中にほぼ検索してますエクステ映画これはさっきホラー映画の話したからね えとラフレシアあこれはなんかランちゃんがラフレシアっていう花に例えられててラフレシアって何だろうっていうことで調べましたでかき氷シロップこれは何で調べたかわからないインターフォン歴史あこれは多分インターフォンのいつからあるんだろうって歴史を調べた鏡いつの時代多分これも鏡っていつの時代からあるんだろうって配信で調べたやつ AKB 曲名一覧 <laughs> これは多分あの ダンス配信のために何の曲するか迷った時クイズ大人多分大人用のクイズをここで出そうとしたからやった大喜利お題これも大喜利のためにお題野原狭しこれは <laughs> これはなんか野原宏のお兄ちゃんが出るって気になったから調べた野原狭し <laughs> 10回ゲーム難しいこれは多分あのみんなで10回ゲームするために調べた ゲームみんなでできるこれもみんなでゲームするために調べた <laughs> クロスワードあこれは普通にクロスワードのために調べた次桜柔軟剤あこれはいい匂いの柔軟剤をみんなに教えるために調べた <laughs> ガリガリ君女これ, <laughs> これはれはガリガリ君に出てくる女の子の顔が見たくてガリガリ君女って調べたスタ AKB あこれは普通に AKB だね なぜか調べてるあ分ありがとう急急げ急げあともうちょっとで終わる次はマブダチ意味 <laughs> マブダチの意味が分からなくて調べたマブダチ意味で大喜利大人クイズ AKB「お世話になってます英語」これ多分海外の方がコメントしてくれたからなんかお世話になっなんで「お世話になってますの」の英語調べてる以上ですねこれで終わり消去しとこうなんか恥ずかしいから消去消去ってどうやるんだ あ、消去の仕方分かんないからランキングしようク <laughs> セ強いですねこんばんは <laughs> 全然野原狭が一番面白い <laughs> そうだね公式サイトで生年月日調べてた時だ <laughs> ほとんどショールームの話だった <laughs> ではではちょっとランキングをしてすいませんね急遽配信しちゃってえー、っと 私はどこにいるのか？な。うん。あいた。では、行きたいと思います。第13位はパンチョさんです。ありがとうございます。12位はマーチアットマークナーさんです。ありがとうございます。11位はともさんです。ありがとうございます。10位はひろゆきさんです。ありがとうございます。 9位は、アナのさんです。ありがとうございます。8位は、みけ猫頭あったまきえたんぽさんです。ありがとうございます。7位は、ダライアさんです。ありがとうございます。6位は、メガねさんです。ありがとうございます。5位は、ふみおさんです。ありがとうございます。4位は、とらさぽさんです。ありがとうございます。3位は、こまねこマニアのじいさんです。ありがとうございます。 2位はピーチャーさんですありがとうございますそして第1位は村山さんですありがとうございます以上が今日の1位から13位の皆さんも紹介でしたありがとうございます次はギフトくださった方を読みたいと思いますウィル6番さんふかさんポンタ428さんふみおさんアナノさんピーチャーさん日高浩二さんともさんパーフォリンさんダライアさんとしのりさん パンチョさん、ピーチャんさん、アラヒトさん、コマネコマニアの爺さん、アナノさん、ノンタさん、メロディーさん、村山さん、ふみおさん、トトさん、シワイアットマーク、ホンさん、ミケネコアットマーク、ユタンパさん、トラサポさん、村山さん、トモさん、クリームワンピーさん、サアリーマルさん、メガネさん、中川くんさん、元祖ユッキーアットマーク、アナノシャワ,ワウマルさん、ひろゆきさん、ダライアさん、トモさん、メガネさん、タカさん、新居親父さん、ミシェルジョーダンさん、 ハギアットマーク江戸の人さんカズナリさん翼をなんちゃらさん花ちゃんさんキラキラ落ちりばめよう鈴花長田通しオレンジャーアットマークズンチャンズさん裏幹さん平岡こうじさん新規親父さんですギフトありがとうございますうんうんうん何があったのかにゃえ何どうしたの何があったキットありがとうございますありがとうあと2分だ 大変だ。え、聞いてください。私、ショールーム12時で切れるようになったんですよ。この前さ、多分イベント配信の後12時までしたっけあれしてないなんか、いつかね、切れたの。うち切らんくても。じゃけんね、今日も多分切れると思う。<laughs> 治りました。だから、12時には多分切れちゃう。そう、この前切れたんですよ、いつかの時に。じゃあ、明日のラッキー占いは、うーん。 うん、どうしようかな。うん。えっと。ジャガー横田の話聞いて、よかった、またね。<laughs> いや、待って、待って。全然してないよ、一ミリしかしてないよ、それ。<laughs> なんか、ずっと、それ。ジャガー横田さんについて、話してたみたいになってるよ <laughs> 話してる、話してない。こんばん、こんばんは。えー、何にしようかな。じゃあ、じゃがいもにします。 じゃがいもを明日食べるとラッキーになるのでぜひ試してみてくださいまたねーあそっかさっき占いしたんだったけど何て言ったか忘れてしまった <laughs> あれさっきの占いで私のあ黒豆茶って言ったんだじゃあ黒豆茶かじゃがいもどっちでもいいよまたねーありがとう急なのにバイあれあっきれてるよね